放送の解説は真由美明信さん、そして山本昌さんでした。お二方長時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。ベンチリポートは橋本康介アナウンサー、監督インタビュー担当は村上幸喜アナウンサー、実況担当は岩佐明彦でした。阪神6点差を追いつき引き分けに持ち込みました。